今日は九九をやるよ。九九は1から9までの数字の掛け算のこと。全部で81個あるんだけど、全部覚えるの大変だよね。実は81個すべて覚える必要はないんだ。なぜかっていうと1から9までの数字が数えられたら、1の段は完璧なんだ。それに、図にあるようにかける数とかけられる数を入れ替えても答えが同じなんだ。例えば2×6は12、入れ替えて 6×2 も12。これを使えば半分くらいは覚えられるね。九九の仕組みはわかったかな。次の動画から2の段から順番に覚えよう。今日は九九の仕組みのお話。わかった人はチャンネル登録、高評価、コメントしてね。